2022年7月、新宿某所。職業イケメンのキャッチフレーズで知られ、圧倒的な知名度を持つカリスマホストたちが一堂に集結、年間表彰式が行われた。今回はその中でもエース、アート、トリプル A、オールホワイトの4店舗にスポットを当ててお届けする。まずは2022年上半期指名トップ20の発表です。まずは指名本数ランキング。多くの売れっ子ホストがランクインしていく。そしてここからトップ10の発表。第9位、アート、七瀬美桜。第7位、トリプル A、 ウーミッシュに。第6位、アート、アイル支配人。無限大な気づきだけ、私らアート、エース主任。第2位、アート、刹那 CP。 昨年アートに移籍、12ヶ月連続指名本数100本オーバーという大記録を達成。確かな存在感を見せつけた。まずは、まあ、エアグループって大きなグループで2位という形で表彰されたのは嬉しいなって思ってます。まあ、継続している人間しかね、この場には立てないと思うんで、お店とお客様に、まあ、本当に感謝しかないっていうのと、あと、まあ、個人的には売上と本数どっちも表彰されて本物だなって思うんで、まあ、今後はどっちも取れるように頑張りたいと思います。表彰されるってことはもちろん嬉しいんですけど、まあ、でも2位っていう結果で、まあ、男ならやっぱ1位っていうのは常に目指してるんで、それはもう本数と売り上げもそうなんですけど、やっぱりどっちも取っていきたいなと思ってるんで、そこを意識して頑張りたいと思います。まあ、もちろん組数はこのまま継続して、まあ、そのランキングに入っていたいなっていうのと、もちろん1位も目指したいと思ってるのと、あとはやっぱり売り上げの方を意識して上げていきたいなって思ってるんで、上半期は正直そんなに売り上げが自分の思ってたよりは上がらなかったんで、下半期はそこを意識したいなと思ってます。ここからグループ売上ランキングが発表される。ダブルランキング、クラボーダブル2000カーボンサー、ダブルランキング、クラボーアイルシアギ、ダブルセブンティーン、クラベースユイトシュニ、ダブルフォーティーン、クラベース三井ピザシシ。指名本数に続いて各店舗から多くのキャストたちがランクインしていく中、乾いた風を絡ませあなたを、ラブルスリークラブルブルウェイフーミスリー、トリプル A、 フーミ。ホスト歴1年足らずにして月間売上2300万オーバー、4ヶ月連続1000万オーバーと驚異的な実力を見せつけた。エアグループに入って僕がちょうど1年ちょいぐらい、初めてで、ね、こうやって指名がないと売り上げ3位、すごい自分の中で納得してて、まあ、自分の中で綺麗な売り方できたかなって思ってます。まあ、ホストである以上顧客数であったり
そういうのの積み重ねで売り上げとか指名とかって伸びていくと思ってるんで、まあ、これからも自分の中で精一杯努力して、いつか1位組で頑張っていきたいと思います。自分の姫様であったり、支えてくれたテレビ局の従業員に感謝して、まあ、今日僕誕生日なんで、自分にとっての最高のプレゼントかなって思ってます。はい、ありがとうございます。よいしょ。上半期売上第3位はトリプルウェイ。自分の努力がまあ実った結果かなって思ってるんですけど、ちょっと不甲斐ないな、1位取るって言ってて、まあ、3位だったんで、まあ、悔しいですけど、今の実力って思って、また下半期から気を取り直して頑張っていこうかなと思ってます。まあ、今の売上7500ぐらいだから、2倍の1億5000万が目標です。そうですね、初参戦なんで優勝取りたいですね。数多くのカリスマホストたちが登壇し、華々しい記録を打ち立てた年末に行われるエアーグループの一大イベント、ドリームナイト。初参戦となる風味主任をはじめ、より一層の活躍が期待される。果たして今年はどんなドラマが生まれるのか。アートドライフ友人です。なんだなんだ、この度100坪超えの豪華内装、長居大店舗にクラブアート移転しまして、毎日大盛況となっております。よいしょ、よいしょ。移籍者も続々と参戦決定です。まずは電話と LINE をしてください。お待ちしてます。よいしょ、待ってます。待ってます。